8月はどんな感じだったかな。面白いですね。グラフを見るとかなりちょっと違いがありますよね。7月と。トーンと飛び出たところがない。まあだから平均してずっと入ってるっていう形になってるなっていうのが見えてきます。で、再生回数は5259ってことで、で、先月比のデータでいくと、5259は、よいしょ。こんな感じで、再生数は、増えてます。アベレージが上がってますねってことですね。アップロードの数も増えてますね。41本になってるんだ。で、再生時間は181ってことで、ショーツ以外の動画の再生がちょっと増えると、やっぱりここの数字が良くなるっていう傾向かなっていうところですね。で、になってます。引っ張ってくれてるのは、ここから実は満腹屋のやつが引っ張ってます。ここからショーツ。ショーツ。が再生数を稼いでくる時代に入ってきますね。本格的にちょっとショーツの動画をポロポロと上げ始めてるんで。で、ジョイボタンの古い動画と YouTube の速達の動画ということで、まあ古い動画がやっぱ締めてくるって形ですね。まあこの、7月が実は、だから当たり、動画の投稿としては実は当たり月にはなるのかなって感じですね。満腹屋の動画がこの月に上がってますからね。これがずっとアベレージヒッターになってますんで。っていうところがあったりしますね。ですから再生時間もちょっとか伸びて、っていう感じですね。まあ多分このあたりとかがの再生が増えるとってことでございますねというところでございます。8月データで見ていくとこんな感じ。その動画先月に上げてとかどんだって、あとはもう古い動画で、で実はエスカレーターの動画はここにありますけど、まあ単純に再生回数のね、そこがもう48再生とかになってるんで、まあ正直言えたらかなりアベレージが悪い。その上位10のね、再生数が減ってるんで、まあ、エスカレーターの動画もまたここに戻ってきてるって感じですね。うん。あんまり良くない方の意味で、戻ってきたって感じでございますね。動画自体は結構数上げてますね。この8月っていうこともあってね、お盆の時期とかに合わせてかなり上げてるのかな。サブチャンで、満腹屋を食べに行って、た動画で、リサチとかガルデモの話とかして、あ、そう、ガルデモの絵とかね、ちょっとまた問い合わせがあったんでね、プライベートですけどね、そう、ちょっとね、そっちの方のやつも、ちょっと動きて、ですけど、で、ドンキから、満腹屋に行って、ここ3本負けてんの、この日、すげえな。満腹屋に到着して、動画投稿プランを上げて、さらに、8月以降の、ですから、それの用の PV ですね、90秒 CM 作ってって感じでしたね。で、当時90秒 CM とか CM 作った方のが実は編集ちゃんとやるんで見やすかったりしますんでね、PV とか作ってる方をね、見てもらう方のがいい気もしますけどね。うん。で、スタートするのが、これがあれか、24時間、ニコニコね。これしんどかったなぁ。何やってたかって言ったら、24時間耐久ニコニコっていう企画ですね。24時間耐久系で、まあ、ライブ放送じゃないんですよ、これ。24時間投稿し続けたら何本動画が投稿できるかっていうのを編集で演出した。これなんでかっていうと、ライブ放送で最初やるかなと思ってた企画だったんですけど、単純な話で、これ、アップロードし続けるってことは、通信回線フルに使い続けるんですよ。動画のアップロードって、やったことある人ならわかると思うんですけど、めちゃくちゃ回線組むんですよね。もう 100% 回線を使うんで。ですので、これやりながら動画配信は無理。エペやる以上に難しいということでございます。ですので、これが、で、ライブでやるのは無理だなと。ちょっと試験的にね、開けてみたときにライブ放送の通信できるかなと思ったもん、全くできなかったんで、これは無理だということでですね。で、企画放送に変えましたよ。で、あと何が始まる？大江行こうか。これもバカバカしい企画だったね。名鉄大江行きね。まあもう車でも1時間あれば行きますよ。ね。っていうような近いところですよ。愛知県の名古屋のね、ところですからね。4日時間だったらそんな遠くない、ところですね。もう近鉄からそのまま名鉄、名古屋駅からね、名駅から、乗り越えたらね、簡単に行ける大江駅に行くだけの動画の中でね、めちゃくちゃな時間がかかるっていうね。着いたらもう夜中っていうね、なんでなんでしょうね。動画がありましたね。なぜか柘植駅とか行ってますからね。名古屋の方に行くのにっていう感じで、
の、この2本立てでずっと行くんですね。そうそう。ここね、実はたまたまですけどね、番号が揃ったんで、1234って。で、なぜか福知山駅に行ってね、あれ、ゆらさんがいるとかってね、やってましたね。おかしいな、おかしいなと思いながら、大江に、福知山駅でそうか、歩いて、市民病院駅まで歩いたんだったら。で、大江から、ついに、しばらくあれだ。サブ、こっちの方のやつで稼いでたんだ。で、これがやっと終わるんだ。開始4時間。いや、まだ やるような。で、大江以降に戻ってきて、不思議な言い方ですけどね。で、ついに、あ、しまった。名鉄の大江駅の、丹鉄の大江駅間違えてしまった。という、茶番劇のために、わざわざあの丹鉄の大江駅まで、丹後の山奥まで行ってきたんだからね。すごいよね。っていう動画でございました。で、大江駅のあたりとか歩いて、で、ちょっと京都丹後鉄道に乗って帰ってくるって形ですね。うん。やつですね。あっちの、京都丹後鉄道ターミナル駅完全制覇の旅とは全く別なんですけど、実は、その時に使ってる1日フリー切符ですね。どこかにしまってあるかな。あった。こいつですね。いや、こいつちょっと見えてねえや。カメラ切り替えて。このね、ゆらさんの切符。これを買って、買ってるのはこの時に買ってるんですよね。で、本当はもうコレクションでにしちゃって終わるかなと思ったんですけど、ワンチャンいけるなっていうタイミングがあったんでね、無理やり行ってターミナル駅完全制覇のためのね、動画作ってきましたねっていうのがありましたね。まあそれはまたちょっと後の話。この時には行ってんのかな？この8月？あ、違う。言ってる、8月の、この動画を、このシリーズを上げるときには、実は、もう、行き終わってたんですね。その2回目の、京都丹後鉄道。あれ、7月の終わりに行ってるんですよ。8月の、お盆の時の企画でやろうかなと思ってたら、何のことはない。お盆期間中は実はその、フリーキップが使えませんよっていう風になってたんで、あ、しまった、じゃあ使えねえじゃんと思ってたんですけどね。待てよ、7月の土平日の、中日のところで土曜日休みが取れたんで、じゃあ金曜日の夜からぶっ飛ばせばなんとかなるかなっていうのでね、無理やり行ってきた。やりしましたけどね。その時の切符、買ってきた時の方の様子ですね。がずっと続いてますってこと。で、やっと小沢名鉄の大江駅について、笠寺まで歩くっていうね。なかなかハードに歩きますよね。うちのチャンネルって思いながらね、我ながら。で、このシリーズとかがやっぱ再生実率がそれなりにあるんで、そのあたりで、再生、はい。この辺りで再生維持率が高いのは、でも他のところとかでもそう、そうですね、福知山もこの辺りとかかな、よいしょ。だと、よいしょ、あ、間違えた。38とかでもあんま変わってないな。っていう感じになってますよ、という感じでしたね。よいしょ。まあ、こんな感じ。こんな感じでいろいろデータ見れるんでね。解析したらまた、それはそれで楽しいんですけど、実は解析しろものって他にもいろいろとあるんですよ。こんな感じの細かいデータとかも見れますし、詳細データとかももちろん見れますし、うん。ね、こんな感じで見れますよと。いろんな、グラフ、グラフィックソースとかデータも見れますから、そういうのから解析をするっていうこともできるんで、未登録が多いですね、うちの場合はとか、いうのが分かったりしますよと、いうのがあったりするんですけども、これまでやり始めたら、本当一月で一体うちは何時間喋ればいいんだって話になってしまいますんでね、さすがにちょっとキリがなくなってしまうんで、まあ、これぐらいのね、投稿した動画の履歴を見るぐらいで止めておきましょう。でないと、本当に青天井になっちゃいますんでね。という感じでございますよ、というところでございます。で、8月はこんな感じ。まあ、お盆期間ですけど、まあ、うちのところそこまで恩恵が、ボンとあるというような感じのチャンネルでもないんでね。よいしょ。こんな感じになりました、というのが8月でした。で、9月のね、データをまた見ていきたいと思います。